次は日本に戻りましてですね、第4位安倍首相辞任表明と、まあ、衝撃といえば衝撃ですね。そうですね、安倍首相が8月28日持病の潰瘍性大腸炎の悪化を理由に辞任する意向を表明した。第1次内閣の2007年9月に退陣した際も、うん、同じ持病の悪化が原因だった。在職日数は2012年12月の第2次内閣発足から連続で7年8ヶ月余り、うん、第1次内閣を含めた通算では3188日で、うん、いずれも歴代1位を記録、歴史的な長期政権を築いたと、はい、アベノミクスを推進し消費税率を 8%、10% と2度にわたって引き上げた。外交安全保障では集団的自衛権の限定行使を認める安全保障法制を整備、トランプ米大統領と親密な関係を築くなど国際社会で日本の存在感を高めたということですね、うん、これ確かに衝撃でしたね、はい、ただあのちょっと前 の、うん、あの8月15日の武道館での戦没者追悼式の映像とか見ると、うんうんはい、なんか顔色がすごい悪いんですよね。あ、なるほど、うん、はいはいはい、だから、まあ、なんかいろんな説がありますけど、うん、ちょっとやっぱ限界に来てたっていうのは僕はやっぱそうなんじゃないかなとう、ね、うんうん、いうのを感じましたね、はい。まあ、それでこの、長期政権というか、うん、歴史に名を刻んだ、はい、総理大臣として、うん、なんかあの辞めた後の方がすごい元気になりましたよね。なんかね、うん、顔色もいいし、つきものが取れたかね。そうやっぱ相当なプレッシャーがあったでしょうかね。総理の重圧っていうのはやっぱきついんだろうなっていうね、うん、あと安倍さんが辞めたのは、うん、コロナがあったから、うん、あの外交に行けなくなったからじゃないかっていう話もあって、うん、安倍さんはあの海外に行くのが好きで、うん、海外に行ってリセットされるっていう外交の安倍というのがあったんで、うん、やっぱその海外にも行けない、うん、でバカな野党の相手しなきゃいけないっていうそうバカな野党とバカなマスコミの相手しなきゃいけないっていうのは相当日本にいると重圧だったんじゃないかなというのですね、うん、そうですね、やっぱその安倍政権の、はい、実績って何かなって考えると、うん、はい、まあ、やっぱその特定秘密保護法であり、うん、安保法制であり、うん、まあ、いわゆるそのテロ等準備罪、はい、まあ、そのなんかいわゆる共謀罪とか言われたりしますけども、それってやっぱ賛否両論めちゃくちゃあった中で通したっていうのは、うん、まあ、安倍政権の、実績として挙げていいのかなとは思うんですけども、一方で今あったように、うん、その消費税を 8%、10% と2度にわたって上げて、はい、ちょっとなんかアンバランスな政権だったなと、はい、いや、あの2回上げても潰れなかったほど野党がボロボロだったというのも、普通1回上げてやめるじゃない、うん、どの政権も今まで 3% の時も 5% の時もそうだった、うん、あれが 8% やって 10% やってまだ余力があるっていうぐらい、それがやっぱり野党がどうしようもなかったっていう、どんだけ雑魚なんでしょうね。雑魚だよね、うん、今もだって日本の3位は菅首相誕生、うん、新内閣発足と、うん、自民党の菅義偉総裁が9月16日、はい、第99代首相に就任したと、うん、連続在職が7年8ヶ月余りと歴代最長に及んだ安倍首相の後を継いだ、はい、菅氏は2012年12月の第2次安倍内閣発足以降一貫して官房長官として政権を支えた。安倍氏の辞任表明を受けた自民党総裁選で岸田文雄、石橋ゲル、両氏を破って総裁の座に就いたと。石橋ゲル、はい、石橋ゲル、ちょっと今、はい、イントネーションおかしかったです、はい、今飲んでるんで、はいはい、秋田の農村出身の叩き上げや、うん、令和おじさんなどのイメージから発足直後の内閣支持率は、読売新聞社の世論調査、歴代3位の 74% 記録したと、はい、いうことなんですね、はい、だから最初はかなり支持率が高かったんですけど、はい、ここ最近はちょっと、うん、落ちてきてると、はい、まあ、50% を切ってですね、はい、うん、あの危険水域にそうですね、ちょっと近づきつつあるという状態なわけですよ、はい、ちょっとアンケート取りますか、はい、菅政権についてどう思ってますかと。強く支持、まあ支持かなと、うん、まあ、自民党しかないしという、こう弱めの支持ですね、うん、他にいないしみたいな、あのゲルよりいいしと、はい、それからまあ支持しないという、うん、この3つでちょうど一番近いの、入れてほしいなと思います、うん、いきまーす、ドン。あ、強く支持が 6.7 しかいないんだ。少ないですね。うわ、まあ、でも支持はしてるけれども、まあ、自民党だし、
ていうことなのかなって、うん、支持しないが16。なるほどなるほど、ね、なるほどなるほど。なんかあの 6.7 っていうのはちょっと少ないね。少ないですね、うん、でも最近あの、まあ、ちょっとツイッターベースなので、うん、あんまりその世論を取られてるとは思いませんけども、はいはいはい、うん、結構菅批判って多いんですよ。あ、なるほど、ね、で菅批判が多くて、うん、安倍待望論があるんですよね。あ、出た結局だからなんかな、ね、そこに行き着くのかなっていう、うん、まあ、もちろん僕は安倍さんには戻ってほしいと思うけれども、うん、菅さんは菅さんでできること、菅さんじゃないとできない、できることがあると思う、ね、うん、まあ携帯電話もそうだけど、ね、他のね、うん、あの経済的なこととか、あと、NHK 改革とか、うん、そっちの内政の方は菅さんは得意なはずだから、うん、あの自由主義者でもあると思うし、うん、資本主義のね、考え方とかもすごくある人だと思うんで、うん、規制緩和もするんじゃないかというふうに、うん、僕は安倍さんよりは期待してるんですよ、経済的なことに関しては、うんうん、そうだから菅さんには菅さんでできることがあ る, とってる、ちょっとやっぱりあの趣向が違いますからね。そう、やる得意ジャンルがね、うん、違うんじゃないかと思ってるんで。そうですよ、はい、だってあの携帯電話の値下げなんて、うん、僕やっぱ菅さんじゃないとできないと思いますし、誰も思ってなかったと思うんで、うんうん、いやだって実際、うん、あのドコモとかの値下げ幅見たら、うん、もうどんだけボーリングさぼってきたんだろうっていうのは明らかなわけじゃないですか。いや本当そうなんですよ、うん、はい、だからそこにこう切り込んだ、うん、まあ多分切り込みたい先はまだ先にあるんでしょうけど、そうそうそう、まあ、テレビとかいうのはあるんでしょうけども、うん、はい、これやっぱりなんかあの菅さんやったなと、うん、これはもう僕めちゃくちゃ評価してる部分であって、はいはい、そうですよね、あ、やったなと思うんですけども、はい、やっぱこの GoTo をやっぱエビデンスなしに止めちゃったっていうのが、はい、個人的には残念だなと。これね、うん、本当にびっくりしちゃったのか、ただ、うん、なんか分からんではないというか、うん、今もう今我々の負け組状態のように、はい、多勢に無勢でどうにもならない状況だから、確かに、あの根拠よりもなんか止めるしかないっていう、うん、だからもう、うん、ポジティブに捉えるしかなくて、うん、僕もちょっともう今年は負け組なので、うん、もう日本の第2位、うん、東京五輪パラ1年延期と、はい、うん、新型コロナの猛威は今夏に行われるはずだった東京五輪パラリンピックを直撃し1年の延期が決まった、はい、五輪の開会式は来年7月23日となった、閉会は、8月8日、パラリンピックは8月24日から9月5日まで行われるということなんですけど、はい、うん、できますかね、これ。これもかなり厳しいと思いますけどね。まあ、今そのワクチンの話出てるじゃないですか、はい、うん、ワクチンの話があろうとも、うん、オリンピックとなれば世界中からいろんな人が入ってくるわけじゃないですか、はい、それでまた感染拡大とかなったら、そうです、でしかもその後に、うん、その自民党総裁選もあり、はい、衆院選もあるわけじゃないですか、そうです、来年絶対あるんで、はい、だから成功させなきゃいけないです、うん、だから、まあ、ここはもう本当に来れる国だけ来てくださいと、うん、最悪日本だけでもやりますよと、うん、いうことでメダル独占してしまうと、あ、もう金銀銅全部独占っていう、そうそう、全部取るという、うん、入賞まで全部独占っていう、そう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 メダルぐらいな形でねやっていくというのが、うん、もうそれで行くしかないなと、そうです、ね、僕なんか思ってますよ。もう本当に厳しいと思いますよ、うん、今のところ、はい、うん、で多分そのうまくできるビジョンっていうのが、うん、多分今の日本政府にないと思うので、うん、いや、それはまあだから多分、いや、スポーツ選手も今年は、うん、まあ、さっきの甲子園もそうですけど、はい、コロナに影響されてしまったんじゃないかなというのがありますけども、うん、まあ、日本の第1位もやっぱりコロナなんですよ、うん、感染拡大緊急事態宣言と、うん、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は4月7日緊急事態宣言を発令した、うん、当初は東京都など7都府県が対象だったが、16日に全国に拡大した、都道府県は、市民に外出自粛を呼びかけ、有効施設や、商業施設など幅広い業種に休業要請、繁華街や駅から人の姿がめっきり減ったと、はい、ありましたね、こんなの、うん、ありました、緊急事態宣言で、はい、もう銀座だろうが、はい、新宿だろうが、はい、どこでも人が相当数減ったと、うん、そうそうそう、でこの時期に出るのはなんかもう悪みたいな風潮が、はい、というかこれ自粛要請なわけじゃないですか、うん、別に出たところで、はい、法律的に罰せられるわけじゃないけれど も, みんな守ってたんでね、みんなやっぱ日本人真面目だなと思いましたね、はい、そう、うん、僕はまあゴールデンウィークくらいにはもう開けてほしいな、うん、大丈夫でしょうと、うん、あの
そんなに死なないしっていうふうに思いましたけどね。あの頃にはもう僕は考え方変わって、うん、もうこれ大丈夫じゃないっていうふうに思うような感じでしたね。今コメントにぶっちゃけ、はい、もう今日はこの辺にそうです、ね、したいなと、はい、だいぶ酔っ払ってきたんで、はいはい、危ないですね。我々ちょっと喋りすぎたかもしれないですけど、そうですね、はい、まあ、これちょっと切り出しできない部分がちょっとかなりあるかなというふうには思いますけれども、うん、まあ、あの皆さんにね正直にできるだけ話したいなというふうに思ってますんで、はいはい、まあ、またあの来年もですね、はい、続けて見ていただければと。そうですね、はい、来年結構1月からいろいろあると思いますけども、いろいろ年始にも多分、はい、いやこれ我々関係ないですけど、はいろいろ激動あるんじゃないかなというのもありますし、で下旬はちょっといろいろ考えてますんで、はい、はい、そうですね、ぜひ見ていただければ、ずっとフォローしておいていただけたらと、はい、目が離せませんよ。そうですね、はい、来年1月楽しみですよね。楽しみです。来年1月からインチョン始まりますから、はい、そうそうそう、もういや本当、はい、来年はちょっとあの負け組 の、はい、あの本領発揮と。そうですということで、はいはい、楽しくやっていきたいなと、はい、夜明け前が一番暗いと、そうですね、そういうことです、はいはい、あ、いい発言ですね、いい発言です、はい